こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2023年の2月19日を4時間ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在のエドコインの値段は 54.01 円ということで、なんとか54円をキープしてくれてます。で、チャートを見ていくと、昨日ですね、昨日、お話しした後に確かにこうちょっと戻してるねって言って、確か55円に行って喜んでたんですけど、その後この56円まで、ね、ピーンと行ってすぐ戻ったということですね。はい、なんだったんですね。この時は、見てみると、リップルだけ同じような感じで動いてましたね。で、他は動いてなかったんです。はい、ちょっとね、まあ解析もできないし、ちょっと不思議だなと思うだけですけどね、ちょっと面白かったです。で、その後、日中、下がって少しずつ上がってきて、この日が変わったぐらいでまたね、ポンと上がって50円に到達したけど、今またもう50円まで1円下がってるということですね。はい、これからね、あの月曜日、平日どうなるか楽しみですね。ではツイッター見ていきます。はい、カルダのウィキさん、日本語でいきますと、340人がこのツイートにいいね、誤解を招いて、非常に間違った情報を提供している。カルダのはヘデラプロトコルよりもエネルギー効率が非常に優れていますと。はい、こちらヘデラハッシュグラフですね。こちらのエネルギー効率、0.000003、キロワットアワーパートランザクションということですね。トランザクションあたりの電力量ということなんですけど、これ比較対象がずらっと並んでいて、ここにね、カルダノが非常に悪い、ビリから2番目ということで、ヘデラの1万3000倍もエネルギー効率がね、悪いんですよというふうに、この人たちが言っていて、でそこにいいねがね、たくさん入ってる。だけど、これはトランザクションあたりだと違いますよって言ってるんですね。だから間違った情報ですよと。カルダノは、ヘデラの 0.000003 よりももっと小さい、その下の47ですね。はい、だからまあ10分の1までいかないけど、7分の1ぐらいですかね。はい、ぐらいになってますということですね。はい、ジェドからは、ウォレットコンパティビリティ、サーキュレーティングサプライということで、いろんなウォレットが出てますね。はい、こちら、ナミエターナル鎧フリント。はい、こちら、ゲロ、ヌフィっていうんですかね、タイフーン、はい、に対応して、ジェドがこちら、そして、シェンですね。はい、シェンがこちらの今の状況ということみたいです。はい、ジェドといえばですね、反対側でステーブルコインが、USDA の方がありましたね。はい、安全層オフィシャルでは金融の未来を体験してください。当社のプラットフォームはシームレスなクリプト取引の投資のために構築されています。詳細を構築し順番待ちリストに参加してくださいということで、こちら、Join the Wait List Now ということで、ここにね、登録の仕方が書いてあります。皆様これ登録したでしょうかね。はい、USDA の方で、私今やってみたらもうすでに登録してありましたね。はい、You are in the wait list。 まあこの後、どうなるのかな、See you soon というふうに書いてありますけどね。はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、でそのエマーゴなんですけど、あのこちらノートに行くと、世界経済フォーラムで、エマーゴ中東アフリカ CEO 石田翔吾さん、カルダの社会的インパクトについて語るということでやられてたので、これの、ね、報告が出てます。こちらちょっと見ていきたいと思います。はい、エマーゴミドルイースト&アフリカの高 CEO 石田翔吾は2023年1月にスイスのダボスで開催された世界経済フォーラムに招待され、パネルディスカッションに参加しました。はい、WF2023 に、エマーゴ MEA が登場。フォームオブブロックチェーンスイスによるブロックチェーンフォーグッドというテーマで、注目のパネリストを迎え、ブロックチェーン技術や Web3 ソリューションが世界をより良くする可能性に焦点を当てたディスカッションが行われました。このパネルディスカッションでは Web3 に特化した様々なユースケースを挙げながら、ブロックチェーン技術が世界の生活環境の改善にどのように役立っているかを紹介。具体的にはカルダノの分散型ブロックチェーン技術が銀行口座を持たない人々への銀行サービス、アフリカの女性企業家によるローカル Web3 の発展、リアルファイ
の利用拡大などに貢献することを紹介しました。 MAOME はカルダノブロックチェーンの創設メンバーの一つである EMAGO の地域事業体です。 MAOME の共同 CEO として石田はこの地域の政府、企業、ユーザーに対して Web3 製品、サービス構築のため技術インフラとしてカルダノブロックチェーンプラットフォームを採用するよう働きかけを行っています。MAOME とその子会社である MAOGO アフリカは現在までにこの地域で成長する Web3 分野への投資として2億ドル以上を計上し、昨年だけで30の投資を行いました。以下、上記のトピックについて石田氏の指摘を要約してご紹介しますと。はい、こちら写真出てますね。左が石田さん。はい、カルダノを通じた金融法律の提供についてということで、まさにね、カルダノの一番ねコアなところ、金融法説という言葉って難しくて、カルダノ知ってからね私覚えたような言葉なんですけどね。はい、見ていきます。石田さん、カルダノは研究第一主義に基づく分散型オープンソースのブロックチェーンプラットフォームで、安全性が証明された最初のブロックチェーンです。スケーラブルで持続可能のブロックチェーン技術と相互運用できるように設計されており、設立当初から環境に配慮した作りになっています。カルダノは金融デジタルアイデンティティ、デジタルプロパティなどの分散型アプリケーションをホストできる安全で透明性の高い分散型ブロックチェーンをアクセスを必要とするすべての人に提供することで経済的包摂を促進するという壮大なビジョンを掲げています。はい、例えばカルダノと Web3 ソリューションを通じて10億人に安全なデジタル ID を提供すれば、個人の信用格付けや信用の正当性を高め、より多くの人々が貸し借りなど基本的な金融サービスに十分アクセスできる環境を醸成することができます。アフリカでは信頼できる ID がないためにマイクロ金融サービスを利用する際にも不当な金利を請求されることがあります。このため多くの人が基本的な個人的ニーズのため簡単な融資枠を利用することができません。アフリカでの女性 Web3 起業家の躍進について、MAOME ではさまざまな Web3 プロジェクトに30件の投資を行いましたが、そのうちいくつかは優秀な女性起業家が立ち上げたものです。アフリカでは銀行口座を持たない女性の割合が男性よりも多く、約3分の2の女性が十分な融資を受けることができません。MAOME は女性起業家が成功するために必要なリソースを提供し、カルダノの技術がどのように彼らのソリューションの成長をサポートできるかを見極めることで女性起業家のエンパワーメントに取り組んでいます。例えばカメルーンではもう出てこないですね。カメルーンのエージャーラやナイジェリアのビットママなど当社が投資しているアフリカの主要なローカル取引所は直接金融サービスを提供しており、優秀な女性起業家が設立しています。基本的なインフラを提供する企業への投資では、長距離輸送のデジタルインフラを構築しているケニアのブーパスがその一例です。女性起業家チームによって設立されたブーパスは、東アフリカの長距離移動を提供するバスや鉄道のオンラインチケットシステムをデジタル化するものです。ケニアは東アフリカで最も経済的に発展した国で、タンザニアやウガンダなど近隣諸国から多くの出稼ぎ労働者が来ています。オンラインチケットのデジタル化により、バスや鉄道の運行会社は効率的に座席を埋めることができ、ユーザーはモバイルアプリケーションから簡単にチケットを購入管理することができるようになります。はい、またブーパスはケニアの通信会社サファリコムが発行する7カ国で使用でき、5100万人のユーザーを持つデジタル通貨エムペサ、出ましたね、エムペサの統合に先駆けました。銀行口座を必要としないため、銀行口座を持たない人でもブーパスのアプリケーションからエムペサを使って鉄道やバスのチケットを購入することができると。エムペサってこのカルダノとちょっと競合するんじゃないかなと、なんとなく思ってたんですけど、それをバックアップするという形になっていてね、ちょっと私的にはちょっと安心したところがあるんですけど、ブーパスは鉄道のチケットシステムで 70% のシェアを持ち、過去2年間で700万枚以上のチケットを販売しています。現在 MAOME とブーパスはデジタル ID を提供し、より幅広いマイクロ金融サービスへのアクセスを提供するため、パイロットプロジェクトと概念実証を含め、アプリケーションの Web3 への移行に共同で取り組んでいます。はい、最後ですね、なぜリアルファイ、出ましたリアルファイが重要なのかについて、
石田さん、カルダノのこのような分散型ブロックチェーン技術は、金融サービスにパラダイムシフトの可能性をもたらしています。まだ比較的初期段階ですが、分散型ブロックチェーン技術は、分散型ブロックチェーン、ネットワーク上で動作する分散型金融アプリケーション、DeFi の可能性を提供し、従来の金融仲介業者に頼ることなく、誰でもアクセスを提供することができるようになりました。これは特に従来の金融サービスにアクセスできない地域の中小企業経営者や、日常の人々にとって小口融資や借り入れ、その他の信用枠へのアクセスが容易になることを意味します。はい、リアルファイはデファイをさらに発展させたコンセプトです。リアルファイは従来の金融とデファイを組み合わせて両者の間の架け橋を作るものです。アフリカではカルダノの創設団体であるエマーゴと IOG が協力してリアルファイの普及に取り組んでいます。アフリカには5000万社の中小企業がありますが、その多くは信用を得るための担保を保証することができません。その結果、彼らの金融需要のほとんどが満たされておらず、それは驚異的な金額になっています。この問題を解決するのがリアルファイです。リアルファイではデジタル ID、インターネットネットワーク、アプリケーションソリューションの3つの主要なコンポーネントがあります。カルダノはすでにエチオピア教育省と協力して、3500個に500万個の分散型識別紙 DID を提供するプロジェクトに取り組んでいます。インターネットについてはパートナーのワールドモバイルが接続インフラを構築しており、すでに数千人のユーザーを抱えています。アプリケーションは従来の投資家だけでなく、デファイ投資家からの資金流入により、中小企業の資金調達へのアクセス性を高めることで、リアルファイプロセスを促進します。はい、で石田さんの写真があって、はい、最後はエマゴの紹介で終わっております。はい、こちらが出てきたブーパスのページですね。バス、トレイン、フライト、ホテルということで、提携もいっぱいあって本当に使われている感じがします。はい、はい、そしてこちらがサファリコムですね。はい、まさにこの、木の形がね、サファリっていう感じですね。こんな木あるんですね、本当にね。ライオンとか映ってそうですけど、あとこの辺の、築山みたいなところもなんか動物が作った穴みたいなのありますね。でもまあ注目すべきはそこではないと思いますけども。はい、で、ちょっと下の方に行くと、はい、こんな感じになっていますね。あ、どこかで見たような写真ですけど。はい、あ、で、ここにもエムペサとね、リンクしているというか、絡んでるみたいですね。はい、ということで石田さんお疲れ様でした。で、エマゴはね、これからまた日本向けに、まあ今も日本を意識して日本語で出してくれたエマゴのノートを読んだんですけど、またこれからね、日本に、まあ、戻ってくるというとおかしいですけど、日本向けにもね、まあ、だんだんサービスが広がってくるのか、またなんか、事務所をね、また構えたりしてくるのか分かりませんけど、まあ、日本にもね、また影響を与えてくれるといいかなと思います。はい、では値段に戻りまして 54.00 円ですね。はい、14,012.9×54 円ですね。で、元本が10万円ですので計算しますと656,697円のプラスということになりまして、はい、656.7% のプラスです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。